京都エクスプレス湯布院通り4号です。列車は前から4号車、3号車の順で一番後ろが1号車です。この列車は全席指定席です。ご乗車の際には湯布院通り4号の指定券が必要です。各号車番号は客室出入り口の上に、元席の番号は荷物ドアの枠と窓枠の下に表示をしております。客室内は全て禁煙です。お玉子はご遠慮ください。車内の安全確保のため、危険物の持ち込みは禁止されています。駅や車内で死んだ荷物などを発見された場合は、乗務員までお知らせください。危険な行為を発見するなど、緊急の場合には、各車両に設置しておりまして、非常ボタンを押してお知らせください。棚の上の荷物が列車の揺れで落ちないようお気をつけください。また席をお立ちの際は通常の荷物棚にお気をつけください。発車時刻は14時43分です。しばらくお待ちください。
都エクスプレス湯布院止まり4号発車をいたします。閉まるドアにご注意ください。
ご注意ください。ホイターレバスの次は湯布院に止まります。
ご協力をお願いいたします。これより列車はおよそ45分で出雲の里湯布院に到着します。
列車もお待ちしております。発車までしばらくお待ちください。あ、
全部キャンセルが入るんですね。ツアーの。
福井の名物の朝切れの中でも目立つようにという意図が込められ、改札口を設けず、ロビーの高さは12メートルの吹き抜けになっています。駅舎の内外を見渡せるデザインは遠目でも目立ち、湯院温泉の玄関口にふさわしい姿です。また構内には1ヶ月ごとに展示物が変わる待合室を兼ねたアートギャラリーがあり、ホームの端には足湯もあります。駅の正面には美しい湯岳が季節折々の装いで私たちを出迎えてくれます。湯布院駅でのひとときもお楽しみください。湯布院駅のご案内でした。湯布院の場所の動画もお待たせしました。
ノートエクスプレス湯水の森号にご乗車くださいましてありがとうございます。簡単ではございますが車内設備についてご案内いたします。お手洗いは後方出られましたところと1号車と2号車の間に男女兼用と女性専用を設けております。地上の荷物棚は大変低くなっております。特に窓側におかけのお客様、席をお立ちの際は地上の荷物棚に十分ご注意ください。また靴物入れは客室で出られました左手にございます。また2号車には湯水の商品を販売しているビュッフェがございます。おすすめのお飲み物には湯水の天然水を使用し爽快な喉越しが特徴の湯水サイダーもご用意しております。I recommend drinking 湯水ソーダ。またデザートには3種類のアイスクリームがございます。大分県産のカボスの皮を使用したさっぱりとした味わいのカボスアイスや濃厚な濃い茶を使用したお濃い茶アイス、 JR 九州ファームのうちの卵を使用した卵アイスもご用意しております。またその他にも湯水の森号オリジナルのグッズがございます。私ども乗務員もつけている湯水の森のロゴバッジやスカーフと同じ柄のハンカチ、また新商品には今年3月で湯水の森は走行開始35周年を迎えました。今35周年を迎え作られたオリジナルタオルもご用意しております。湯水の森一世の車両と衛星の菜の花があしらわれております。ご乗車の記念や親しい方へのお土産にいかがでしょうか。またビュッフェカウンター横にはこちらの記念乗車証がございます。こちらがスタンプの台紙になっておりますので旅の記念にお持ち帰りください。こちらのスタンプも来年の3月まで35周年オリジナルデザインでございます。また次の豊後森駅では湯水の森の姉妹列車湯水の森三世号と行き合います。今皆様がご乗車いただいているのが湯水の森一世号でございます。ぜひ違いを探されてみてはいかがでしょうか。それでは車内でのお時間をごゆっくりとお過ごしください。一世の台紙ってもないですよね。台紙のこれ裏が三世ですね。そうですね、はい。Thank you.
ス。4種類のおにぎりが入った小さめサイズの湯布院わっぱなどご用意しております。その他にも湯布院の森35周年を記念したタオルをご用意しております。ビュッフェの商品は全てお座席へお持ち帰りいただけます。旅の終わりのひととき、思い出話のお供に湯布院の味をお楽しみください。なお、この車内ではワゴンサービスの営業はございません。恐れ入りますが、2号車ビュッフェをご利用くださいませ。ご利用ください。
ご注意ください。弁護森のデバストースギームは天ヶ瀬に止まります。
と皆様、沿線の景色をお楽しみください。箕面電車のご案内でした。
大牟田行きは17時49分、こちらも3番乗りは。ステリストの鳥栖行きは17時50分、4番乗りは。九州新幹線さくら409号鹿児島中央行きは17時54分、新幹線12番乗りは。つばめ328号博多行きは17時52分、11番乗り場からの発車です。列車も間もなく久留米に着きます。降り口は左側です。4番乗り場に着きます。開くドアと足元にご注意ください。久留米を出ますと次は鳥栖に止まります。Thank you.
右側です。千葉乗り場に着きます。途中でますと次は終点の博多に止まります。
り65、東京行き18時18分。新幹線12番乗り場。新幹線みずほ608号。新大阪行き18時22分14番乗り場。皆様とまたこの車内でお会いできますことを心より。
Thank you.
ください。